高橋久也は日本のプロレスラー。大日本プロレス所属。田尻が主催するスマッシュトレーニングキャンプに参加し、2012年3月3日の JML 決勝戦にて公開スパーリング。4月5日、田尻以下元スマッシュ所属全選手、レフェリー、他の練習生とともに、新団体レスリングニュークラシック2席。プレハターげまでは、 スマッシュ常連であった雫明が主催するお寺プロレスデーエキシビション。4月26日、新宿フェイスでのプレ旗揚げ戦で、木頭拓也相手に公開プロテストを行い、1ホールを奪う。5月24日、後楽園ホールでの旗揚げ戦で、デビューが決まっていたが、消息を絶ってしまい、デビューが危ぶまれる事態となった。その後、宇宙人ギミックで現れ、 高橋聖人としてデビューすることになった。試合は割り込みで入った今井レフェリーの悲劇もあり勝利。7月15日、後楽園大会で、鬼頭リンバイロンとの初のハードコアンウェイに挑戦して勝利し、デビューからの連勝を7に伸ばした。8月2日、新宿大会では初めて自分より後にデビューした選手となる、篠瀬37と対戦。 おなじみだった、今井レフェリーの割り込みが失敗に終わるものの勝利して、シングル8連勝。8月30日、後楽園大会で、ベネーノと対戦するが、ダイビング戦闘を生んで、フォールされ、さすがの今井レフェリーも3カウントを入れざるを得ず、シングルの連勝も12で止まった。試合後、ベネーノにより、ギミックと決別、高橋久也に戻された。 翌31日の大阪南ムーブオンアリーナ大会で高橋忠成、なりデビュー戦として紀藤と対戦して勝利で飾る。2013年に入ると憧れの関本大輔のいる大日本プロレスに参戦。その中でデスマッチファイターを志望する様になる。手始めとして WNC のリングで金村金太郎によるハードコアの基礎教育を受けた後、 6月2日、第2本プロレス、名古屋大会で、デスマッチデビューを果たすと、新山ながら激しいファイトが評価を受け、同団体で7番勝負が組まれることになる。第3戦での自身の負傷による、レフェリーストップを含め7戦全敗に終わる。また、中継されることを考慮しない試合での裏7番勝負も並行して行われ、こちらも7戦全敗で終了した。 これらの試合では結果は出せなかったが、内容は高い評価を受け、日本インディー大賞でニューカマー賞を受賞している。2014年の WNC 活動停止においては、団体と相談した結果、W-1 には合流しないことを選択。これにより7月1日をもって、レッスル -1 に移籍した選手の中には含まれず、WNC 例の預かりという形をとり、 7月以降も、第2本に継続して参戦。その後も、預かりという形になっていたレーナのほか、WNC を独立したしのせ37のアスカプロジェクトにも、ホライゾンなどと共に参戦していたが、9月3日より、アスカプロジェクトに所属することが決定した。以降も第2本などの他団体に、継続参戦。第2本では2016年より、植木、 笠見ミをパートナーに迎え、三代目チミドロブラザーズを結成。BJW 認定タッグ王座にも挑戦するなど実績を重ね、2017年には第日本主催一期当選に出場し、優勝、BJW 認定デスマッチヘビー級王座への挑戦権を獲得し、5月5日、横浜文化体育館で王者、アブドーラ小林に勝利、第35代王者に輝く。 その後も、塚本匠、植木、笠見孝を相手に防衛した。2017年8月1日、団体間の合意を得て同日付けで、アスカプロジェクトから大日本プロレスへ移籍した。8月19日、大日本プロレス名古屋国際会議場大会にて、武田誠氏に敗れ、王座陥落。同年12月にデスマッチヘビー級をかけて、武田に再選を挑むも赤敗。 2018年11月、第2本プロレス両国大会にて2度目の武田との再戦を制し、デスマッチヘビー級王座に帰り咲く。ありがとうございます。